どうもこんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィリアプリ2020最新情報をやっていきたいなと思います。噛みかけましたけど大丈夫でしたね。はい、ということで今日はですね、ちょっと前から話していたプレミアリーグセレクション FP の投票についてお話していきたいなと思っております。これですね、リーグアンとセリエアとそれぞれ動画にしてきたんですけど、第3弾ということで、いやまさかプレミアが来るとは思わなかったですね。いやマジで見た瞬間におって思いましたし、まあおそらくですね、プレミアリーグのね FP が、まあガチャ仕様がどうなるかわからないですけど、内容としてはですね、一番豪華になるんじゃないかなと思ってますので、ぜひですね、皆さん参加していただきたいなと思っております。で、参加方法はすごく簡単で、はい、こちらのお知らせってあると思うんですけど、ちょっと遡っていただいて、みんなで選ぶイングランドリーグ MVP 選手アンケート開催というお知らせから、ここから飛んでいただければ投票参加できますので、はい、最近ですね始めた方だとこれ何なのって思われるかもしれないんですけど、はい、僕らの投票によって投票が多かった選手が FP として登場すると、はい、そんな形になるんですよね。なので、あの清き一票とか言いますけど、まさに僕らの一票が世界を変える、そんな流れになってくるんじゃないかなと。で、ただですね、このプレミアリーグ全20チームに投票しなくちゃいけないので、結構知らないチームとかもあるので、この動画で解説していこうっていう話ですね。はい、ただこういう動画作るとですね、なんでその選手なの、リアルだったらこっちの方が活躍してるじゃんってコメントちらほらあったりするんですけど、はい、あのこれあくまでゲームですし、今回僕はあのゲームの能力を中心にですね、お話していきたいなと思いますので、はい、そこだけはですね、ちょっと勘違いしないでいただけたらいいかなと思っております。で、あとはまああくまで僕のおすすめなので、最後はですね、皆さんの元で判断していただきたいですし、僕がですね、ピックアップしてる選手以外の能力値っていうのも全部概要欄に貼っておりますので、はい、とにかくですね、参考にしながら投票していただきたいなと思っております。さあ、こんな感じでいいですかね。はい、20クラブですね、アンケート順に全選手紹介していきますので、よかったら参考にしてみてください。ということで紹介いってみましょう。レッツゴー。はい、ということで1チーム目はですね、マンチェスターユナイテッドですね。来ましたね。マンチェスターユナイテッドはマクトミネー、ラッシュフォード、ワンビサカということで、ウイネの強さで言うなら、まあラッシュフォードかワンビサカの2択かなと思ってるんですけど、個人的にはですね、ワンビサカをしていきたいかなと思っております。ワンビサカマジで強いし、あとはディフェンダーなので、なかなか中間 FP とかでも選出されにくいのかなってことを考えると、はい、今回はですね、ワンビサカいいんじゃないかなと思っております。で、能力で言うとこんな感じで、最近出てきた中間 FP ワンビサカなんですけど、いやー強いっすよね。スピシュンもディエス能力も合わせ持っていて、パスの精度以外は本当に完璧な選手だと思ってますので、はい、ぜひですね、皆さん使っていただきたいって意味も込めて、はい、僕は押していきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、アーセナルですね。アーセナルはグエンドゥージ、ペペ、オーバメヤンということで、銀金黒とね、それぞれのレアリティが揃ってる形になるんですけど、まあシンプルに考えればですね、オーバメヤンだと思います。まあレアリティ的にもですね、能力的にもオーバメがちょっと抜けてるかなというところではあるんですけど、ただですね、グエンドゥージもペペもどちらもかなり優秀な選手なので、ぜひですね、能力見ていただいていいなって思う方に入れていただきたいなと思っております。で、ちなみに僕はペペ結構好きで、まあウィングストライカーとしてスピードしっかりあって、足元もあって、スキル豊富で規制豊富ということで、僕ちょっとペペの FP 欲しいなって思ってるので、僕はペペに入れる予定なんですけど、はい、グエンドゥージとかも全然能力高いと思いますので、まあ概要欄のですね、能力値とかも見ながら悩んでいただくといいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、チェルシーですね。はい、でチェルシーはですね、ジョルジーニョ、マウント、エイブラハムということで、マウントとエイブラハムがですね、かなり若くて結構育つので、個人的にはこの2人を押していきたいかなと思っております。で、特にやっぱりマウントかな、能力すごく面白いんですよね。全体的にかなり安定してますし、スキル豊富で、この年齢ながらコンディション安定度が6あるのもすごくありがたいと思いますので、ここからですね、まあどれぐらい強化されるかわからないですけど、このレベルだとおそらく全体的にプラス5から6はされると思いますので、そうなるとかなりヤバくなるんじゃないですかね。はい、超絶期待してますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、リバプールですね。リバプールに関してはもうお決まりのこのフォワード3人なので、まああえて1人誰かを押したりはしません。全員みんな分かってると思いますし、あとはまあ自分の手持ち次第で選べばいいんじゃないですかね。はい、そんなところなので、あえて紹介はしなくていいのかなと思っております。全然関係ないんですけど、昨日リバプールに南野選手決まりましたね。はい、まあいきなり活躍はできないかもしれないですけど、個人的にはめちゃくちゃ楽しみですね。はい、ということで次行きましょう。はい、5つ目はですね、ウエストハムですね。ウエストハムは、あー懐かしいね、フェリピ・アンデルソン選手とかすげー懐かしいんですけど、はい、この中だとやっぱりセバスティアン・アルルかなと思っております。もともとドイツリーグにいて、今シーズンですね、ウエストハムに移籍してきたので、ウイレ2020新搭載選手になるんですけど、1回メロンパンさんも動画にしてたかな。はい、あのね、かなり強いんですよね。能力もスキルもかなり優秀で、ポストプレイヤーで、得点能力もしっかりあって、競り合いもできるということで、はい、あのガチスカも全然アルルの選手になる気がするので、はい、ぜひですね、ちょっと押していきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、ニューカッスルですね。ニューカッスルはなんか上から27歳25歳23歳、なんか綺麗に揃ってるんですけど、シェルビー、ウィレムス、ジョエリントンということで、この中だとシェルビー選手ですかね。結構ね、見た目のインパクトが強いんですけど、能力結構面白くて、ボックスとボックスで攻守のバランス持ち
つつ、パスが鬼のようにうまいんですよね。ここはですね、ボックスボックスの中でもトップクラスなので、はい、結構面白い能力値になるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、なので僕はシェルビーをしていきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、アストンビラですね。アストンビラはマクギン、グレアリッシュ、ウェズレイということで、銀銀金という形なんですが、この中だとですね、ウェズレイ、センターフォワードのウェズレイ選手が結構面白くて、僕ぶっちゃけであんまりね注目してこなかったんですけど、さっき紹介したアルルに近い形なんですけど、ポストプレイヤーでフィジカルもあって得点能力も高いということで、スピード面はですね結構高かったりとか、こちらも FP になったらかなり面白くなるんじゃないかなって期待はしてますよね。はい、あとアイコンの顔がめっちゃいいっすね。なんか昔はやんちゃ少年でした感がすごい出てるなって思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、8つ目はですねマンチェスターシティですね。もうこれもいいですよね。あえて誰かを押したりはしないですけど、強いて言うなら登場回数ですかね。デブライネが週間 FP ですでに2回出てきてるので、そう考えるとまあアクエロスターリングあたりの方が人気になりそうな予感はしますね。まあ皆さんの感性で選んでみてください。ということで次行きましょう。はい、次はですねエバートンですね。エバートンは現実ではなかなか苦戦中なんですけど、ウィレアマジで優秀な選手多いんですよね。で全員金ですし、誰が選ばれてもおかしくない金の中ではトップクラスの選手たちなんですけど、僕この中でちょっと2人選べなかったので2人紹介させてください。まずはディーニュですね。はい、これ元バルサのサイドバックの選手で、通常でも80超えの数値っていうのはすごく多いですし、サイドバックとして必要な数値っていうのは結構持ち合わせてると思うんですよね。でスキルも根幹も安定してますし、シンプルに能力強化されたら面白くなるんじゃないかなっていうのと、あとはまあリシャルリソンですね。はい、リシャルリソン大型アップデートで弱体化したものの恐ろしさは健在なのかなと思っていて、スピードもかなり高いですし、他がしっかり上がってくれば結構サラーみたいな使い方ができる選手なんじゃないかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここが折り返し地点ということで、次トッテナムですね。はい、トッテナムもまあソン・フンミン、ケイン、デレアリ、まあ誰でもいいですよね。はい、デレアリもですね一応金なんですけど、若くてすごく育つという意味ではレベマス・オゴチもソン・フンミンと一緒ですし、まあほぼほぼ黒玉と同じだと思います。はい、個人的にはですね FP でまだ来てないのでケイン来てほしいんですけど、好きな選手に投票していただきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですねレスターですね。レスター今ものすごい勢いですよね。なので結構週間 FP とかでも選ばれてる選手が多くて、マリソン、バーディーは選ばれていて、シュヨンジュに関してはまだ選ばれてないという状態なんですけど、いやーこれもね迷ったんだけど、やっぱバーディーなんじゃないかなと思うんですよね。この前のバーディーやっぱかなり強くてですね、僕すごく欲しかったので、そういうちょっと市場も入っちゃってはいるんですけど、まあやっぱりなんだかんだバーディーはちょっと抜けてるかなって印象はあるので、はい、レスターの中だと押していきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですねサウサンプトンですね。サウサンプトン、まあさすがに吉田麻也選手は入ってこなかったかって感じなんですけど、全員銀選手で、年齢もですねだいたい20代中盤で同じぐらいということで、あーダニー・イングスとかめっちゃ懐かしいっすね。もともとリバプールの選手で、初期のリバプールガチャとかで結構出てきた印象がありますね。でこの中だとですねネイサン・エドモンド選手ですかね。はい、典型的なウィングストライカータイプではあるんですけど、エスペシュンドリブルがですね通常でもこれだけあるっていうのは結構魅力だと思いますので、 FP での覚醒に期待していきたいなと思っております。ネイサン・エドモンドというと、なんかガチャで出た時にネイサンってすごい叫んだ記憶がありますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねウルブズですね。ウルバーハンプトンということで、はい、最近毎週エージェントでも戦ったので結構あ見たなって選手が多いんですけど、この中だとジョアン・ボウチーノ・トラオレは1回週間 FP で出てきてますかね。ウルブズもですねみんな優秀なので選びにくいところではあるんですけど、僕ヒメネス見てね、あ結構いい選手だなって思ったんですよね。はい、まずですねスパサブ×ポストプレイヤーっていうのがかなり希少ですし、後半出す前提で言えばですね、得点能力だったりとか競り合いっていうのは90超えてくると思いますので、スキルや能力考えても結構面白いと思うんですよね。はい、スパサブ枠意外とですねこのプレミアリーグ全体であまりね候補選手として上がってこなかったので、はい、期待していきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですねブライトンですね。2019ではイーストサセックスっていう偽名だったんですけど、はい、ここに来て初のゴールキーパーマシュー・ライアン選手が候補選手に上がってきましたね。まあこの中だとグロース選手ですかね。はい、ナンバー10タイプでパスはかなり高いので、まあ他はまあまあなんですけど、はい、パス高いっていうのは結構いいポイントなんじゃないかなと思ったので選ばせていただきました。ということで次行きましょう。はい、次はですねバーンリーですね。こちらもですね結構面白い選手揃いだったんですけど、アシュリー・バーンズもドワイト・マクニールももうちょっと能力欲しかった感あるんですよね。でその中でまあ若干消去法的な感じで言うとタルコウスキ選手ですかね。はい、まあ後半も7とすごく安定してますし、スキルはちょっと見なかったことにしていただきたいんですけど、能力もですねギフとしてはかなり高い方だと思いますので、はい、今回選ばせていただきました。ということで次行きましょう。はい、16チーム目は
はですね、クリスタルパレスですね。クリスタルパレスっていうと僕の中で言うとザハがですね一番に思い浮かぶんですけど、今回はですねアーンホルト、ジョーダン・アユー、ミリボイエビッチということで、アーンホルトはですね確か2019の時はスパサム持ちのセンターバックということでかなり珍しかったので、有名でしたし、ジョーダン・アユーもですね万能型ラインブレーカーということで、どちらも面白い選手ではあるんですけど、ミリボイエビッチ選手、ちょっと待って、この選手さ、この動画作ってる中で一番驚いたかもしれないんですけど、結構強くてディフェンス能力も高いし、スタミナもあってアグレッシブネスもあるし、あとはですねパスだったりとか競り合いもそこそこあるということで、スキルも優秀ですし、コンアン7ってことを考えると FP になってすごく化ける可能性高いと思うんですよね。はい、アイコンはちょっとなんか見つけた感出てますけど、多分アイコンも FP 仕様になったらめっちゃかっこよくなると思いますので、はい、激推ししていきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですねノリッチですね。ノリッチは、ブエンディア、プッキーが銀で、カントウェルが白玉ということで、白玉の候補選手珍しいですね。はい、ただカントウェル能力見たんですけど、白玉とは思えないぐらいめっちゃ強かったですね。そうだ、ブエンディアでいうとアシストめっちゃしてますよね。なんかアシストランキングの上位でめっちゃ見てる気がしますね。で、この中だとやっぱプッキーですかね。はい、この前代表 FP でも出てきましたけど、いやーやっぱ強いんだよね。何でもできるボックスストライカーということで、決定力に関してはかなり高いですし、僕も無課金アカウントで使ったんですけど、かなり使用感良かったので、はい、みんなにもぜひ使っていただきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですねワトフォードですね。はい、だいぶ終盤戦になってきたので、ぜひ最後までお付き合いいただきたいなと思うんですけど、ワトフォードも優秀な選手多いのよ。デウロフェイ、ズクレ、グレイということで、特にデウロフェイね、僕気づいてなかったんですけど、デウロフェイ選手ってスパサム持ってたんですね。はい、それに今更気づいた形になるんですけど、ただ僕ズクレ結構いいなと思ってて、ディフェンス寄りのボックスボックスではあるんですけど、見てこれ結構強くない？で、結構面白い能力値だなって思ったんですよね。はい、スキルは少ないんですけど、ワンタッチパスも持ってますし、コンディション安定度もですね、結構安定してること考えると、ディフェンス能力がぐっと底上げされて、さらにですね攻撃面もまあ薄く広く上がればですね、すごく面白い選手になると思いますので、はい、ドゥクレ押していきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、19チーム目はですねボーンマスですね。ボーンマス、僕ね大学1年生の時に留学してたので、すごい懐かしいなって気持ちがあるんですけど、はい、ハリー・ウィルソン、カラム・ウィルソンということで、2人のウィルソンにジョシュ・キング選手ですね。いやー、ジョシュ・キング懐かしいね。2017ぐらいからずっと優秀選手と言われてましたけど、まあやっぱりジョシュ・キング結構いい感じでしたね。ジョシュ・キングとねカラム・ウィルソンですごい迷って、結局ジョシュ・キングにしたんですけど、はい、スピシュンはすごく高いですし、豊富なシュート系にですね決定力だったりとかキック力も結構あるので、はい、こういったところで面白い選手なのかなと思います。まあオフェンスセンスちょっと低いのが気になるんですけど、はい、ここは週刊 FP の魔法に期待かなと思います。ということで次行きましょう。はい、最後はですねシェフィールドユナイテッドですね。うわー、これで最後か。結構この動画毎回言うんですけど、結構作るの大変なので、20チーム上になるとなんかやりきったって感じになるんですよね。シェフィールドユナイテッドで言うと、フェンダーソンが銀で、リスムセ選手、ランドストラム選手が銅ということで、いやーこれ難しいですね。難しいんですけど、リスムセ選手をですね、まあ期待も込めて僕入れていきたいなと思っていて、現実でもですねチームトップの得点数を記録してたりとか、まあ能力もですねスキルもなかったりとか荒削りではあるんですけど、まあ候補選手の中だと強い方だと思いますし、決定的ななんか欠点があるわけでもないので、しっかり上がってくれれば万能型のラインブレーカーとしてなんか覚醒する予感もするので、はい、僕はリスム性をしていきたいなと思います。ということで今回ですね動画以上で終了していきたいと思います。皆さん本当にお付き合いありがとうございました。なんか結構ねこういう動画って単調になっちゃうので、なんか作ってでもみんな楽しんでもらえるかなって不安になったりはするんですけど、はい、一つの情報動画として参考になったんじゃないかなと思います。ではですね今回動画以上で終了していきたいと思います。いいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。ではまた明日、バイバイ。本日も動画見てくれてありがとうございました。皆さん楽しい週末過ごしてるでしょうか。はい、2019年の週末も今週と来週しかありませんので、最後まで楽しんでいけたらいいかなと思います。今日も先週のロッククイズ楽しんでてください。答えはですねこの後のエンディングで書いてますので、チェックラしてみてください。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。